私はいつも空の上からこのアキルノの姿を眺めていました。どうしてもこの地上に降りてみたかったんです。1年だけという約束で地上に降りることを許してもらいました。天使さんだ。天使がいるの？うん、ほら、あそこ。春になると暖かさを待ちわびていた桜たちが一斉に顔を見せ始めるんですね。地上ってなんて素敵なところなんでしょう。もうすぐ夏ですね。太陽が溢れています。楽しそうね。あ、たくさんのアユがやってきましたよ。子供たちが思いっきり夏を楽しんでいます。思いっきり夏を生きているんですね。もう秋も終わりですね。冬の秋川渓谷は鳥たちの楽園です。寒い朝です。私がここにいられるのもあと少しです。